こんにマスダー市投資の商店の時間ですこの番組はトレンドと転換点が一目でわかるオリジナル株価チャートマスダー市を使って現在の相場状況を読み解き今ホットな銘柄をお伝えする番組です本日もマスダ経済研究所の宮島絵鶴さんとお伝えしてまいりますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそれでは週明けの東京市場の動きからチェックしていきましょう 前場の日経平均株価は60円3銭高の2万4101円29銭で3日続伸となっていますねそうですね、まあ、3日続伸で2万4000円台をしっかりとキープしております。でまず、冷やしのチャート、日経平均から見ていきますが、上段に増田足、下段にローソク足の表示になっておりますが、先週の金曜日ですね、はい、金曜日に、えー、昨年12月17日のざらばた金を突破してまいりました。 で今日も24000台を維持そしてマスタ足を見ていきますと一番下に152支線その上を見ていきますと3日足、25日足、75日足とまあ、一番足の並びが強い状態上昇 B パターンの緑ですね、6色パターンが、うん、まあその状況が続いておりますねはいさて、今日が今年最初の放送ということで 現在の相場状況と今後の見通しを増田市で確認していくとどうなっているでしょうかそうですね、えーまあ、日経平均各指数をちょっとと見ていいいきた思まず日経平均から確認してまいりますと今足の並びは見ましたけれども、うん、6色分布図こちらで個別銘柄一つ一つの波動をチェックしていきたいと思います。 これはですね日経平均ですと225銘柄1銘柄ずつの波動日経平均の足形は短期、中期、長期この足形一番いい状態になっておりますがそれが緑になっておりますただ個別銘柄見ていくと実は一番トレンドのいい状態の銘柄はまだ少ないんですよねむしろ少し崩れかけてきているのが赤これは上昇の崩れそして青下降の入り口 ちょっと崩れてきてますよという銘柄がまだ多い状況ですので日経平均は2万4000円台に乗せてきてまあ一部のですねネガサ株そして一部ハイテク株の強い動きでしっかりとした動きですが個別銘柄はまだ改善に入れていない銘柄もあるのでまだちょっと注意は必要なんですよね、はい。それが出ててくるのははレシオやはり見ていきますすとここです 今現在でちょっと大きくしますと17.8という数字になっておりますが、まあ、調整が続いていて二間、まあ、に高値をつけてからですねこのようにまだ。 改善が顕著でではないんですよね、うん、指数はここ高値を超えてきているんですが個別銘柄一つ一つ見るとまだ、えー、調整中の銘柄は多いのでこれがしっかりと上に向いてこないと2万4,000円台がちょうど戻り売りということにもなりかねないので、まあ、注意が必要にはなります。ここれは週週足足でも同じことが言えまして、はい週足 なな流れれんでですすけれども個別銘柄はまだですねこの一番状態のいい緑の銘柄は少ない状態むしろ赤と青が目立ちますので、まあ、今週ですねこの流れが一気に変わってくるかどうかそこを見ていきたいですね。はい では続いて為替市場でドル円はどのような動きになりそうでしょうか、はいえー、ドル円の動き見ていきましょうかねまあいよいよですね日足のチャートを見ますと、えー、抵抗となっていた、えー、100等円台これを抜けてきております、うん、ま週足を確認してみますとですねこのように長く抜けられなかった100等円の壁を抜けてきております、まあ、単純に左側を見ますと戻ると112円台かな 114円台かなというふうに見ることもできますがただ大きな流れを見ていきますと月足チャートに今切り替えました、はい、そうしますと2015年の125円ここの高値からのこの抵抗ライン長期の抵抗ラインのまだ下にいますのでここをしっかりと抜けられるかどうか増田市も ここですね影足を表示しますとちょっとトレンドが出てこないトレンドが出るとこういうふうに大きく広がるんですけれどもこの状態が2017年、18年、19年と続いてきましたのでここからですね72ヶ月の移動平均線が黄色いこの線です、これを抜けてくると先ほど見た12円、14円、えー、そして125円までの円安基調そんなところを、えー、イメージできるかもしれないので今週結構大きなポイントになりそうですね。は え、では、最後に、新興市場はどうでしょうか。はい、え、新興市場を見ていきたいと思います。まあ、まずですね、マザーズ指数から、えー、見ていきましょう。 マザーズ指数の冷やしのチャートを見るともうどっち行くんだいというような形になってきてあの三角持ち合いいで結構煮詰ままってきてきはいますただ指数は非常に読みにくい状況は続いておりますが先ほどと同じように6色分布図を見ますと、まあ、意外なことに新興市場盛り上がってる銘柄少ないかなと思われがちなんですが。 12月からこのように一番トレンドの良い緑の銘柄、はい、この銘柄数というのはあまり変化はなくむしろですね、うん、今年年明けからですねこの白、黄色 まあ上昇トレンドは白黄色緑なんですけれどもその銘柄がまあ一貫して増えてきている状況ですのでま個別株見ていくと指数はまだ指数悪いあまり良くない状況は続いておりますがえ元気の銘柄いい元気の良い銘柄ですね、うん、それは結構増えてきているのがえ現状としてはあります、はい。そして最後にまあジャスダックは言わなくてもというところかもしれないですけれどもチャートを見ますとズワー とジャスダック指数はえ高値更新が続いて、はい、今日も高値更新ですい銘、うん、柄多いのは当然緑の銘柄多い状況なんですがもうさすがに終わりかなではなく週足チャートで長く見ていきますともうちょっと忘れちゃったかもしれないですが2016年末から17年実は事前1 7年でずっとこのマザーズ指数あごめんなさいジャスダック指数っていうのは上昇していた。 今は見ると、まだこれぐらいかなっていうスタート近辺にいるので、まあ今年はですね、このジャスダック指数の大幅な上昇があるかどうか、うん、まあ2017年を見ると期待したくはなりますよね。はい、ありがとうございますえ。現在の相場状況と今後の見通しを見ていきました。この後は個別銘柄についてさらに伺っていきます。ここからは個別銘柄について伺っていきます。 このコーナーではマスダー株王に搭載されている機能 DSR15 を使って今ホットな銘柄をご紹介していきますこの DSR15 とはデイトレスイングランキングの略で15はそのまま15銘柄ということです直近3日間の出来高平均と現時点の出来高を比較し出来高の増加率が大きい順にリアルタイムで表示しています 出来高の変化を動きの予兆と捉え有望銘柄を発掘する機能となっています。 えさて前回十二月二十三日の放送で取り上げました三九三三のチエルがその後大幅上昇となり上場来高値を更新してきましたね。そうなんですよね。えー、昨年最後の放送が十二月二十三日だったんですけれども、はい、ちょっとその時に取り上げたこのチエルの日足のチャートを振り返ってみましょう。十二、うん、月の二十三日、まあこの日ですね。 持ち合いいのところから上に離れてまいりまりしたそこで出来高は少し悔しい DSR15 にランクインしてきたんですけれども、まあ、その日の終わり値から測りましても高値3040円まで1月16日に上昇していきましたので、まあ、上昇率が38%を超えるような形になりましたので、まあ、勢いがついたところで DSR15 に、えー、ランクインしましてそのままトントン拍子で、まあ、上がっていった銘柄になりましたね。はいはい えでは続いて先週金曜日のオーけ時点でランクインした銘柄を振り返っていきましょう。はい、えー、こちらがですね先週金曜日のジャスダックの、はい、あの指数がずっと上がってるジャスダックですね、うん、の、えー、値上がり銘柄のランキングになりますがこの中からね一銘柄八八九三新日本ンダデの、はい、こちらの今日の動きチェックしていきたいと思います。はい、先週の金曜日ですのでまあ一つ目ここでですね。 DSR15 にランクしして参りまりた、うん、ちょうど連続ピンクの25日足をサポートに短期足である3日足がピンクに転換したところ転送後アナライザーのコメントを見ますとこんなコメントが出てます上上げのの兆し、うんはい、そししそて影足の形が切り返し上昇期待まあいいコメント出てきましてまあ期待したい形になってきて今日を まあ4%を超える続伸、えー、の形で、12月30日の年末の高値も抜けてきていますので、まあ、この流れ、どのあたりまで続くか、ちょっと狙ってみたいですよねはいえでは続いて、今日の DSR15 にどんな銘柄がランクインしているのか、見ていきましょう、はいえー、今日の東証一部の値上がりからいき東証一部上から1890東洋建設、6104東芝機械、 六三八七ムコとなっています。はい、えー、ではですねこの中から四七六三のクリークアンドリバーシャの冷やしのチャートを確認していきたいと思います。はい、まあこの銘柄はですねちょっと十月以降お休みが続いていた影足を表示しますとこのようにですねブルーの領域がずっと広がっていた銘柄なんですが、うん、年明けに一旦このブルーの領域を消して、うん、ただ 戻り増しの売りに押されてもう一度広がりかけてきたところから今日一気にですねまたブルーの領域をまあ否定する形で一気に152支線を株価は抜けてきております週、うん、足を確認してまいりますとこの黄色い線は52支の移動平均線ですのでブルーの領域が終わって先読みを見ていきますとこの52支線の上に えー、ピンクの領域が広がることが期待される形になってきておりますので、まあ、この戻り、この勢いどれぐらい続くか今週、ちょっと狙ってみるのもいいかもしれないですねはいでは最後にマザーズも見ていきますか、はい、いきましょう、DSR15、マザーズの値上がりでいきたい,と思います、はい、上から4482ウィルズ、7806MTG。 六一九五ホープとなっています。はい、まあ、この中からですね。七ゼロ六一の日本ホスピス見ていきたいと思います。はい、まあ、日足のチャートになりますが、少し長くしますと。まあ、この銘柄。 ここで高値徐々に高値をつけてからなんかうまくトレンドが出ずにブルーの領域というのが昨年続いておりましたですが今年入ってからですねピンクのすだれがちょっとこう育ち始めてきている一山二山作る形になってきております、まあ、ちょっと全場え高値つけてから伸び悩む形になってきておりますが週足を一応確認していきますと。 値幅調整が十分に済み、日柄調整も済んだ後での更新、えー、高値更新、8月のじ8月の16日の週ですね。2919円、えー、戻り高値を抜けてくると、いよいよもう一度高値更新を狙う、うん、そんなところを、えー、期待してもいいかもしれませんね。はい、ありがとうございます。ここまで個別銘柄について伺ってきました。ここで増田経済研究所からセミナーのお知らせです。 マスター市の操作法や活用法を分かりやすくお伝えする無料セミナーゼロから始めるマスター市株式投資儲けの極意操作編がご覧の日程で開催されます今週末は1月24日金曜日17時から東京新宿で1月25日土曜日は14時30分から東京多摩地での開催となっております 受講者限定でお配りする儲けの極意操作編の冊子をもとに保有銘柄のチャート表示の方法と先読みの方法や買いナビ売買サイン DSR15 の活用方法市場心理投資家心理を瞬時に読む方法などを分かりやすくご説明しますさらにご参加の皆様には来週の値上がり期待銘柄をその場でご紹介します 参加は無料ですが事前のご予約が必要となっておりますお申し込みは0120-980-044増田経済研究所セミナーページからもお申し込みいただけます詳しくは増田市セミナーで検索してください皆様のお越しを心よりお待ちしております続いて増田市無料お試しキャンペーンのお知らせです 番組で使用しているマスダ経済研究所のオリジナル株価チャートマスダ氏を15日間無料でお試しいただけます。マスダ氏の無料お試し体験はマスダ氏で検索してください。以上お知らせでした。さあ今週末は今年最初のセミナーが行われますね。そうですね。あのー、この番組でも使わせていただいているこのマスダ氏のソフト。はい。なかなか初心者の方ではどこから始めていいのかわからない。ちょっと。 たくさん機能があるソフトになるので,で、ねはい、まあ最初、えー、ソ,ソフトの使用に不安のある方も、うん、ぜひですねセミナーの方にお越しいただいて、はい、ここから始めてみればいいのか、えーうん、一つ一つ、えー、詳しくですね説明させていただきますので <laughs> ぜひお越しいただければと思いますはい皆さんぜひご参加くださいこの番組は毎週月曜日にお送りしてまいります次回の放送は1月27日月曜日ですそれでは今日はこのあたりで失礼します失礼いたします